Bonsoir. こんばんはっていうか、まだ夕方なんですけども、今日は早めに、私もローズ愛護協会の活動に参加しないことにしたので、それでちょっと早めにやってます。以前だったら食事っていうか、野外の猫に食事を用意してお弁当箱に詰めたり、買い物に行って食料買ったり、あとそこに出向くとか、そういうことを考えて、いろいろ用意したり、忙しかったんですけど、そういうのなくなったから、それで、だからもう10年以上やってた活動に終止符を打ったのが、9月11日、最後の猫ちゃんが、何か、そう、意図的に、ここ数ヶ月の間に、もう1ヶ月に1度ぐらいの割合で猫ちゃんたちが亡くなっていたので、これは誰かが計画的にやってるなっていうのは感じていたのですが、まあ、近所のアンチの人たちがこう結託していろいろやってたっていうのはもう目に見て分かってるから、私もうね、関わりたくないからね、ちょっと自分の生活もあるし、裁判とか、動物愛護協会って裁判沙汰が好きだからさ、騒ぐかもしれないけど、私はちょっと抜けたんですね。時間の無駄だから、これ何年もかかって裁判してさ、誰がさ何したとかさ、この住所の誰々がどういう方法を使ってとかさ、目撃してるから言えるんだけど、もう疲れたから、私自分の人生をこれから安泰に行きたいと思ったのね。だからもう無視することにして、もし近所で声かけられたとしても、声さえもかけない、こっちからはかけないみたいな、何か言われたら、まあ挨拶の、答えぐらいは、こんにちはぐらいは言えるかもしれないけど、それ以上もう結構っていうか、それ以上は話さないっていうか、さっさと早足で駆け抜けるみたいな。そうなんですよ。だからもうやめました。いろいろ大変で、動物愛護協会っていうのも今不況で引っ込んじゃってるから、この町以外のところに引っ越しして、でそこで何か活動を細々とやってるみたいなんですけど、ちょっと田舎に行って。みんなお年寄りの団体になっちゃってるからね、今からしてみると。で、まあ、私に甘えてるのかもしれませんけれども、ちょっとそれはやりすぎかなと思って、私の人生までも、そうやって妨害させられるような、そういう目に遭っているのにもかかわらず、何回も言ってんだけどね、それでも、何が起ころうがやってくださいみたいなね、それ。ね、ちょっとカルトをじみてみますよね。何が起こっても、あなた人の身に何が起こっても、続けてくださいみたいに言われちゃうと、その人たちにとっては 外の猫たちが可愛いから言ってるんだと思うけど、それはちょっと行き過ぎなので 私のことに対して全然リスペクトがないというのが分かったので、ちょっとね、過激ですよね。そういう人たちに限って、毛皮とか着てる人たちをさ、悪く言ったり、あとスペインの、徒歩ってあるじゃない、徒歩っていうのは、わかんない日本語で、そういう牛と戦う競技があるんですね、スペインに。それに対して署名してくださいってやめさせるようにっていうのをやってたり、あと日本のクジラを釣ること、そう、日本人がクジラを食べることに対する抗議をしてるっていうか、今日本との、裁判とか起こしたり、そういう過激な人たちなので、あと中国や韓国や北朝鮮などが犬や猫を食べるって、まあ、ベトナムやさ、あちらの方、ラオスとかもそうなんだけど、猫を食べるとか、そういうのに対してもやってるらしいんですけど、もうさ、キリないからね。例えばフランス人がさ、ウサギ食べるとかさ、フォアグラ食べるとか、カタツムリを食べるとか、もうカエルも食べるし、フランス人ね。キリないから、ちょっともうさ、抜けたんですね。それで、まあ、最後の猫ちゃんが亡くなったのを機に私は抜きました。それはちょうど11日だったので。でも楽っていうか、もう何も考えないで好きなことしてるっていうか、活動してるっていうか、自分の仕事に専念することもできるようになったし、っていう感じで、タロットに専念しようと思いますっていうかさ、私絵を描くことが好きなんですけど、例の塗り絵の続きをやろうと思って、その塗り絵の本をここに置いたはずなのに、ないんですね。探しても探しても。消えちゃったんです。仏様の塗り絵の仕上げ終わって、その後、
なくなったんですよ。いくらどこ探してもないんです、出てこないんです。だからもう諦めて、それはまあアジアやアフリカの、そう、発展途上国の人たちを助けるための募金をして、それでその塗り絵を買うみたいな感じなんだけど、毎年、まあ、年末ぐらいでチャリティーやってるから、また新しく違う、今度はどんな絵柄か知らないけどさ、買うしかないですね。なんかなくなっちゃって、どんなに探しても消えたんですよ、いきなり。この机の上にこうやって置いてたんですけど、このところに置いてたんですけど、消えたんですよ。ですからもう諦めて、うん、そうですね、どうしちゃったんだろう。諦めて、私は新しく今年仕様のどんな絵柄か知らないけど、それを求めようと思います。寄付にもなるしね、という感じで。じゃあ塗り絵は、だから今日塗り絵を続きをやろうと思ったんだけど、そうやめてタロットやります。さっきなんか YouTube 見てたら、弁護士の福永さんが何かうつみたいになったとか、病院に行ったとかいうのをやってたので、どうしたのかなと思って。福永さんってよくパリに行きますよね、なんか食事っていうかホテルとか、あとそのレストランとかやってましたよね。一時何かそうメンタリスト DAIGO さんから受け取った、なんだっけ、ひろゆきさんの連絡先を彼がメンタリストさんからもらって、そこに連絡して、一緒にパリで食事でもどうですかって連絡しても、ひろゆきさんが何か忙しいからダメとか言ったとかで、知り合いになることができなかったって、そのパリの動画で言ってたけど、多分ね、ひろゆきさんって忙しい方だと思います。知らないけどね、私パリじゃないから、郊外だから。でも忙しいと思いますし、まあ、人間関係のその図をこう見てみると、福永さんってさ、橘さん側じゃない。だからひろゆきさんはどっちかっていうと違う、立花さんを避ける側だから、絶対応じないんじゃないかなと思うんだけどね。論理的に言って、だからテオリック、そう論理的に言って、だから応じないと思うんだけどね。なんかさ、大悟さんっていろんなとこ出てきますね。青汁王子とかさ、なんかつながってる、お金の関係でつながってるのか知らないけど、なんか出てきますよね、この人たち。ですからちょっとね、私心配して、福永さんってさ弁護士じゃないですか。で、カエルちゃんジャンプの人は弁護士じゃないけど、司法書士の人、これもまた立花さん側じゃない人だから、カエルちゃんジャンプの人、失敗小僧さんは反対側の人、2つに分かれてるじゃないですか、NHK 党が。何か大津さん側の人だけれども、別に大津さんをすごく何だろう、日本語で分かんない、何て言うんだろう、それ、大津さんにくっついてるっていうよりも、むしろ自分は自分で、だから中立を保ちながら動画をアップしてるっていうのがこう見受けられるっていうか、別にどっち側でもないっていうか、立花さん側でもなければ大津さん側でもないけど、ただ弁護士のような立ち位置っていうか、中立した立場って、まあこの方は弁護士じゃないんですけど、司法書士、だからこの人はね、結構頭のいい人だと思います。だから結婚とかしないのもそれで結構いいと思う。一人で暮らしてるのが合ってると思うし、だから一人で暮らしてるのが合ってる人っていうのがいるわけで、でもお金もあったとしても貯金してるとかさ、で1日いくら使うって決めてるみたいで、あまりお金使わないようにしてるっていうか、まあ使うところでは使ってると思うんですけど、旅行とかで。でも食費にあまりお金をかけないとかさ、でそれは将来を見てのことっていうか、
あと何年生きるとかあるじゃない、あと何年生きるとか計算してったら、1日いくらの食事とかしてれば、まあ安泰っていうか、将来年取った時にまあ1日いくら使うみたいに決めてれば、貯金がある限り大丈夫なわけで、ああ頭のいい人だと思います。だから何パーセント引きのさ、食材を買うとか、食材ってまあお弁当を買うとかさ、結構そういうのいいと思うんだけどね、私はね。しかもなんか動画見ててまったりしてるから、こう落ち着くっていうか、ハラハラしないっていうか、例えば青白王子さんとかハラハラするじゃないですか、見るたびにやってることが。でそれと福永さんはどっちかっていうと、青白王子のようにお金をガンガン使う人、そう、すごくお金をかけて毎日、高級ホテルに泊まるとかやってるけど、それってすごく虚しい、私だったらそれ虚しいっていうか、高級なレストランで食事をするとか、まあ1年に何回とかいいと思うけど、そういうのってさ、結婚式とか何かのセレモニーとか、お友達の誕生日とか、みんなと分かち合う時にお金をかけるとか言うなら分かるけど、一人きりでそれをやるのは私はしないですね。なんか一人だったら、まあ自分で自炊するっていうか、その分貯金箱にお金を入れとくっていうか、何かのために、例えば猫ちゃんが病気の時に病院に払うとか、そんな感じ。なんで自分に使わないのって言うかもしれないけど、別に自分が食べる量って限られてるし、そんなにお金使わないし、食品に。で、まあ、猫の、そう、獣医代って、バカにならないっていうか、保険が効かないっていうか、私保険かけてないから、猫に。大したこと返ってこないから、猫に保険かけても、まあ、ワクチン代とか、年にいくらぐらいの、費用が出るっていうのは知ってるけど、大した額にならないっていうのをこう計算して、保険に入らないんですよ。しかもなんか年を取った猫はあまりそういうのに入れてもらえないっていうのもあるしね。これまあ一応お金はキープして、定期預金とかに入れといたお金をそういう時活用するっていうか、まあ減っていくわけじゃない、お金が猫のために減るっていうのは、人からしてみたらバカみたいっていうかもしれないけど、まあ、それは一応助けになってるわけで、他のものに対する。だから別に涙を飲んで、別にそれは出費しちゃうんですけどね。というわけで、だから福永さんのこれからを見てみようと思うのね。どんなカード使おうかな、今日。どれがいい？マヤカードと、ダリカードと、ジプシーカードと、昨日使わなかったの、このジプシーカード。あと、この、ビスコンティカードを使わなかった、昨日。ジプシーカードどこか他のところに入れてる。ジプシーカードここに入れてる、多分。これ違う？ちょっと待って、これね、なんでこれここにあ、これは違うやつ。全部。余ってるカード。間違って2枚入ってるのとかをここに。偶然2枚間違って入ってたとかね、買った時に。それ入れてるんですけど。じゃあ、ジプシーカードから1枚引いて、それから、ダリカードから1枚引いて、ダリカードから1枚引いて、それディスコンティカードから1枚引こうかな。3枚で。で、その、うつ病というものがいかなるものかっていうか、これからどうなるのか。か、もしかしたらお相手様と問題があって悩んでいるのかとか、そう、彼女との問題なのかとかさ、なんか以前の動画見たけど、何か彼女との問題を話していたのを見受けたので、それかなとか思ったり。案外さ、一人っていうか一生独身でいた方が幸せな人もいますよ。失敗小僧みたいに。その方がなんかさ、自分の世界をさ、謳歌できるっていうか。では、まず、ジプシーカードを、こう、混ぜていきますね。ちょっとこれ、こっち。これ、こっち。これ、こっち。こっち。牛手の小槌置いてある。
これうちの弟からもらったなんか試合かなんかで野球の試合かなんかで島根県に行った時にお土産で買ってきてくれたやつかな。うん、行きましょう、シャッフルしましょう。これもね、野球の甲子園の思い出のそれっていうか、これが甲子園の近くにあるこのひょうたんは、なんだろう、これ再び山とかいうのかな、再び山とかいう山が甲子園の近くにあるんですよ。そこのお土産全部弟にまつわるものっていうか、これは甲子園の野球のボール。じゃあ行きましょう。1枚いきます。今の彼はどんな感じ？なんか女性の女教皇出ましたね。じゃあ次2枚目いきましょう。まあ女性教皇ってすごく教皇、とても静かな感じのちょっとインジアみたいなやつ、宗教的な。ダリカードですね、これゴールデンダリカード。あ、私ね、あの失敗小僧さんも面白いと思うし、あと福永さんの動画も好きなんだけど、両方ともすごくいいなと思うけど、全然違うタイプよね。しかも別れちゃってるから、大津さん側じゃないけど、まあ立川さん側ではないわよね、あの失敗小僧さんって。そう、ちょっと待って、もう一度だから全然逆な立場みたいな2人だけど、2人の動画を見るのは面白いですね。これが力のカード出てますよ。いいカードが出てますよ。では次、ビスコンチゴールドカード。ちなみにこれ、あのダリってスペインのさ、アーティストなんですけど、有名な。こっちがあのジプシーガードね。今あのビスコンチーカードっていうイタリアのカードなんですけど、これで3枚目を引きます。やっぱりタロットを引いてる時ってとてもいい感じがする、自分にとって。うん、集中できるっていうか、統一ができるっていうか、精神統一します。だから、釣られた男出ましたね。なんかいかにもって感じのカードが3枚目出てます。我慢する人ですね。では解読します。今日は日本製のこのタロット占いの、日本製のね、タロット占いの解説書だととてもよくダイアルカナを説明しているので、他のはね結構ね偏ってるんですね。その絵に忠実すぎるあまり、あの基本のマルセイユカードから外れちゃってるっていうか、例えばダリカードなんてダリの一生とかを結構偏ったりするから、あのそれ解読してるとすごく時間かかるから。では行きましょう。まずこのパッペースっていうこのオナー教皇見ましょうね。全部聖地で出てますね。結局誰か人間関係ですごく悩んでるということだというので、女性だったら、もしそれが相手が女性だったとしたら、その方は何も言わなくても別れ合える方だと言われています。ですからちょっと分別ある交際を続けてくださいみたいな。そう、いつまでも新鮮さを失わなければあのうまくいきますみたいなことを言われています。ですからあのちょっと
そうですね、ちょっと目上の人とかに相談するなりして、あの信用の受けるちょっと受診のままでいてくださいみたいな。で、一人の時間を持ってじっくり考えてくださいね。あの目上の人、もしくはあの理性的なあの信用の受ける女性に相談を持ちかけてください、その問題に関して。それからそうですね、健康に注意をして、ちょっと食事療法をするとかさね、あの健康に気をつけてくださいっていうことを言われています。あとやっぱりあの一人が合ってるのかな、一人旅などがとても合っているらしいのね。ですからそうですね、あとは読書をするとか、一人になってじっくり考えるっていうか、そんな感じでしょうかね。だからちょっと熟考してくださいみたいなことが言われてます。心理学者とかさ、あの精神科よりも本当に信頼のける人がいるなら、そういう方に相談した方が、精神科ってあまり私は信用しないかな。わからないけど、行ったことないからわからんけど、話でこう聞くとさ、なんか薬を飲みなさいとかさ言うじゃないですか。そういう話に聞くところによると。次、力のカードが出ています。困難な状況になったとしても、周りからの反対になったとしても、めげずに愛を育ててくださいということが言われています。そしてそれは永遠の愛かもしれません。勇気を与えてくれる人です。しかし一歩下がってください。相手に譲ることを考えてください。例えばさ、何かどっかレストランに行きましょうって誘った時、相手が忙しいからダメとかさ、今日は雨が降ってるから行きたくないとか女性が言ったとしたら、じゃあ強行しないで、だから無理にしないで、ああそうなら他の日にしましょうみたいに言って、自分一人でじゃあ行くわみたいな、ちょっとさ反抗的な言葉は投げかけないように、傷つけないように。一人が好きな福永さんだと思うんですけども、このレストランに行きたいと思っているから誘ったんだっていうかもしれないけど、この一つ星じゃないね、三つ星じゃない、何星ホテルっていうの、そのミシュラン何星ホテル、星がついているホテルに予約して誘おうと思ったけど、彼女は今日は忙しいとかさ、二人のこうすれ違いっていうか、お互いに忙しかったとして、会えなかったとして、自分も忙しいんだから自分に合わせろって言わないで、雨が降ってて行きたくないって、もし彼女が言ったら、それをリスペクトするとかさ、あじゃあ行きたくないの、私自分一人で行きますとか、そういう風に言うとショックを受けて、女性がショックを受けてしまうと思うから、そういうことは言わないように、ちょっと一歩下がって譲って違う日にね帰るとか、どんなに忙しくてもいつか会えると思うので、それが何ヶ月後かもしれないけど、そこで何か拗ねたりしないで、まあ、お互いにあると思う、お互い拗ねるんだと思うけど、お互いも問題ですね、それお互いの問題ですね。彼女も拗ねるかもしれないけど、大人になってくださいみたいな感じのカードですね、これは。勇気を持ってチャレンジ、もう一度チャレンジしてくださいみたいな。本当にその方を好きなら、もう少し譲ってあげるっていうか、あとはもしそれがダメだと思ったら、まあしょうがないから、次ですね、次にそう巡り合う人がいたとして、もし情熱的に愛し合える人が出てきたとして、その時には過去のそういうこと、いろいろ勉強になったことを利用して、ね、もっと円滑に交際が運ばれるように注意するみたいな、それが必要だということです。まあそうですね、あと何かやっぱりスポーツが合ってると言われているので、スポーツは続けてください、健康のためにもね。ほら、精神科っていう、むしろスポーツ、ガンガンスポーツをしてると、走るとかさ、なんだろう、いろいろじゃない、いろんなスポーツって、何でもいいから、絶対汗を流すと忘れるっていうか、嫌なことは忘れるし、前に進めると思います。だから健康づくりにはスポーツですよ。医者は、私はちょっとあまり、私は心理学の
勉強とかも結構本読んでやったけど、食事に気をつけること、だから健康的な食事、だからレストランの食事が健康とは限らないので、どんなに高いお金を出しても案外鬱になるような食事っていうのもレストランで食べてなる可能性も、鬱になる可能性もあるので、すごくシンプルな食事、毎日積み重ねなんだけど、そういうのをちょっと考えてくださいみたいな、健康にはだからお金を出せばいいって問題じゃなくて、シンプルな食事、体に食事っていくらでも検索すれば出てくると思うので、それからだからそうですね、とにかく諦めずに努力してください。でそれでもその人間関係が構築してきたものがダメになってしまって、それ悩んでいるとしたら、もうそれはもうしょうがないから、ちょっと忘れて、まあ、缶詰に入れて封をして戸棚にしまっとくみたいな、ちょっとしばらくそれで他を探すとかさ、ね、時間の無駄だから、ちょっと他の方を探すとか、人間関係もっと自分に合ってる人が出てくるかもしれないし、とにかく努力してればうまくいくということが言われています。私わからない、 何が問題なのか分からないけど、もしかしたら女性問題なのか、それとも親友とかさ仕事関係の人との問題なのか知らないけど、人間関係っておっしゃってたので、私は女性関係かなとか勝手に思ったんですけど、もしそれが違ったとしたら、友達とか仕事関係の人とか家族関係とかいろいろあるじゃないですか、関係って。だからそういうの、ちょっとひとまず休んで一人になって出向して、あとはもしくはすごく信用のおける方に相談するとか、静かにね、あまりネットでギャーギャー騒ぐんじゃなくて、ネットで広めるんじゃなくて、そうすると見てる人もハラハラすると思うので、個人的なことをさネットで晒すと、その方ももっとね、なんだろう、糸が絡まってくると思うのね、解けなくなってくると思うから、じゃあ次のカードは吊るされた男ですね。なんだろう、吊るされた男、吊るされた男、どこだろう、12番で、これ忍耐、さっきも努力してくださいって言ってたけど、さっきのカードで忍耐強く愛情を注いでくださいみたいなカードなんですね。献身的な愛とか、犠牲を払っても愛し続ける、相手に従う、だからさっき一歩何譲ってくださいみたいな、相手に従ってくださいっていうカードですね。そう、もしかしたらそれがちょっとその交際とか人間関係が束縛されてるかなって思うかもしれない、一人で勝手な行動したいとかさ、結構旅行も一人でさ、好きな時好きな場所に行きたいかもしれないけども、ちょっと我慢して相手の言うことも聞いて従ってあげることも大切だと言われています。ですからこのカードは吊るされた男ってカードはひたすら耐えるっていうカードなので、今そういう時だと思います。自己を犠牲にすると物事が好転します。で本当にそれが本気だったとしたら、その過去のその人間関係また戻ってくるっていうか、そう、犠牲を払えばまた報われるでしょうと言われています。ただそれがもうダメだって確信した時にはもうそこで諦めて次に進んでください。だから他にもどれだけこの世界に、世の中に人間が数がいるかっていうことを考えれば、また新しい出会いもあるし、それは恋人であろうが友人関係であろうが家族であろうが仕事関係の人であろうがネット上の人であれ、なんであれ、どれだけの数の人がこの世の中にいるかということを思ってください。そうすればまた新しい出会いもあると思うので、ただそこに行き着くまでの、そこまでに行くまでにちょっと思い直して、その問題、もしその方が本当にあなたを拒絶してしまって最終結果だとしますね、そしたらまあしょうがない、それはしょうがないけども、もしかしたらやり方がちょっと
アグレッシブだったのかもしれないし、攻撃的だったのかもしれないし、ちょっとストーカー気味になってしまったかもしれないし、何か ネットであのメールを送りすぎるとかさ、あの怖がらせるとか、相手側がおじけるようなことを書いてしまうとか、よくわからないんですけど、そういうやり方じゃなくて、ちょっと待ってください、あの一人になって考えてくださいみたいな感じですね。そう、順調なそういう結果が出るまで待つ、そしてちょっと時間を待って、何ヶ月かとかね、そしてまあクリスマス頃とかさ、そういう季節の変わる頃にまた連絡を静かにするとか、ネットで騒ぐんじゃなくて、その方に直接一対一で言うとか、そんな感じかな。あの騒がないで静かに瞑想してください。あの吊るされた男っていうのは、ちょっとメディテーションをしてください。静かになって一人で瞑想をしてくださいっていうカードなんですね。だからあのちょっとそうインスピレーションがその時出てくると思うので、あの瞑想を取り入れてくださいということが言われています。はい、それではここで終わりにします。もう30分過ぎちゃったからここで終わりにします。またしばらく1週間ぐらいしてから占い直しているかもしれませんし、まあまあいろんな人がいるので、まあ応援してるんですけど、ネットでこうやって動画とか見て応援してる YouTuber の方がたくさんいて、時々占ってるんですけど、頑張ってください。応援しているので、あのくじけないでください。それではありがとうございました。皆様また会える日まで、チャオ。